日本が危険な極めて好戦的な状態にあって、そこでナショナリストである安倍さんが登場したという報道がありますけれども、私はそうは思わない。現実に安倍さんがナショナリスト的な政策をやったということは聞いていません。ですから皆さんから見ると左がこっちですね、右がこっちですね、真ん中がこっちですね。日本は非常な左から真ん中に軌道修正しようとしている、一部の新聞は真ん中からエクストリームライトに移りつつあるという分析をしております。非常に遺憾であります。その自衛隊のシステムを普通の国のような軍隊にして、これを憲法に盛り込む、したがって私は改憲に賛成であります。護憲派の言い分は中国の言ってることと極めて似ていると、私自身は3分の2というのは戦後初めて、衆参両院で3分の2というのは戦後の初めてで、絶好のチャンスを迎えた。で、私が安倍さんであれば、この任期の間に全力を挙げて憲法改正に実現したいというふうに思います。日本普通の国にすべきというようなお話があったんですけれども、その自民党が提案されている憲法改正というのは第9条だけではなくて個人の権利についても改正が提案されています。で、そういったような改正がされたのであればですね、それは他の民主国家とはかなり違ったものになるというふうに思っております。本当に普通の国にするべきというふうにお考えなのであれば、その個人の権利についてどういうふうにお考えていらっしゃるでしょうか。お願いします。個人の権利、これ基本的人権を尊重するというのは、ほら日本で尊重しないという人はほとんどいないんじゃないですか。ですから他の国と日本が違うというのはどういう点で違うんでしょうか。質問が2つほどあります、ね、日本会議 の会員の中で、そして政策 の立場の中で、その国連の子どもの人権に関する条約、日本が撤退すべきというような一つのものがあるんです。そしてその会員の中でその 体罰を推進している会員もたくさんいらっしゃるんですけれども、そのことについてコメントお願いします。いやー、これは日本会議のですね、具体的にその、どういう政策をやってるか、私お恥ずかしいながらそこまで掌握してないんです。で、国連の子どもの、この体罰、今のご質問は体罰を日本会議はどうしろと言ってるんでしょうか。強めろって言ってるんですか。So first of all, in regards to the concrete policies of the Nihon Kaigi or the Japan conference, I must say I am somewhat embarrassed to admit it, but I am not necessarily aware of all of the details of the points of the policies which are being proposed. In regards to your question about corporal punishment, is the Nihon Kaigi or the Japan conference proposing that this should be increased or strengthened?例えば加瀬秀明さんですとか、会員である国会議員がそういったようなことを提案されているということがあるんですけれども、加瀬君がそう言われたということは私初めてですけれども、これ別に彼は日本会議のメンバーですが、日本会議を代表する見解ではないと思います。それから私の個人的な見解ですけど、簡単に申しますと、ラフカディオ・ハーンがですね、日露戦争の時に書いた、論文集があるんですよ。で、そこでつくづく言っているのはこういうことなんです。レストランその他で、And first of all, to put forward my personal position, I would like to quote something from an essay written by Lafcadio Hearn at the time of the war with Russia. 日本人は子供に体罰を加えない。レストランなんかで暴れ放題、子供が暴れてるのに、これを放置している。それから大学に入ってから厳しく言うけど、これ逆なんじゃないかと、これ日露戦争の時にもうラフカディオ・ハーンが言ってるんです。で、今でも私はその通りだと思うんです。だから子供に、私の個人的見解ですけども、少し体罰、それはアメリカがやってるようにスパンクですね、パンツを下ろしてお尻を叩く、それぐらいのことはやって当然じゃないかと。だからその国その国にはいろいろな文化と習慣があって、この体罰が必要な時もあるし、必要でない国もあるだろうし、これは一概にこうしろという強制はできないと思います。